今回ツアーを昼夜公演で2本立てで行くんで、生まれ変わって要はそのもう一回再現する再現公演するみたいな、はい、なんかこうのがパッと見て分かるようになんかもう一回リスタートみたいな感じになるかなと思って。はい、頑張ります。はい、お願いします。きれい、きれい、すごい当時のやつに見える。なんか内掛けみたいなの羽織ってる感じ、ちょっと立ててこうこうなってる立体的な感じの方がいいと思います。日本っていうのをテーマにするっていうのがいいのかな。これの場合はもうなんかスインって泳ぎたいっていうのがでもこうやったらこ例えばここのところは板にしといてもらったら、これピュッと上がったらここで座って歌えるよね、はい、鏡なんか分からんけど、はい、まあ、ちょっとどういうマジックか分からんけど、うん、はい、どっか隠れててちゃんとこうやってみんなのこと見てから上がっていけるから、はい、でもここに泳げるスペースがあれば逆にこれも大きくというか、まあちょっと大きめ、割とにも見えるよね。ブラックチェリーだったら登場の水、ジャポネスクだったら登場のオイランド宇宙、うん、ってところを、うん、もうそこはもうね、はい、マスターなんだ。確かに。ちょっと水は引き続き競技にさせてください。多分アイデアベースではこれが多分重量的には一番クリアにはできて、サイズ感もなるほどね。ねえ、試し作りができひんからきついよな。こんなんないやん。ないですね。こっちの方がなんかシンプルに見える気がするんだよね、この子と並んだ時。そうですね、うん、うん、だから私が思ったのはこれの上に例えばこの時は重いこうゴールドのさ、こういうこういう、まあ、着物やったやん。もうそれこそ多分これのゴールド版やと思うねん、うん、おそらくこういうような感じの、うんうん、これの上からね、こういう感じでさらにこうさらにね、うん、で1曲目ではそれを取って、うんうん、これで2曲目からやるっていう、うん、何の意味のかな。ライブは一応あのジャポネスクのライブの時は例えば DDD とかをちょっとこうお祭りサンバみたいになってないか、うん、エンタルギレブとこのゲットネイキッドとかサンバのドア玉で、いや新生高学年みたいな感じで過去の自分過去の自分をやった後にもうでこうやってもう出てくるだけでかっこいいなと思って、こうやって肩打ってるだけでも。でもドゥーミーとかだったらもう上げて3幕行きますってっていう、まあ、1曲目になるし、なんかもう1回リスタートみたいな感じになるかなと思って3幕の1曲目は。2幕までは昔の倖田來未、要はそのリライブで、こっちからは新しいリコードのアルバムから歌ってて、新しい倖田來未の世界なんだっていうので新曲で登場するっていう感じにしたいなっていうことで曲をちょっと精査したわけ。っていうところでこっから切り替わりたいよね、新生倖田來未が。2幕3幕ないな。そう、1幕が終わりました。2幕の間を新しい倖田來未さんと、うん、もう一人古い方の衣装の倖田來未さんが共存してこう展開していくのはどうかなと思った。でちょっと過去の自分と今の自分を共存した映像を作っても面白いのかなと思った。あ、いいね。すげえ。打率が高い。打率が高い。終わっちゃう。これで踊るんですか。そうなんだ。
うわこれ重たいわ重い、重いほんと重い衣装で踊ってたな踊るんやけどな、私また重たいわちょっと脱いでみていいこれ重い重いわ置いといて、5キロあるからだから 2.5 キロって言ってたけどあれを持って踊ってたやつ一緒なんだよ 2.5 キロでこれが上がらへんまず当時の服を着こなさなきゃいけないあとこういうコンセプチュアリーなテーマがしっかりしてるやつを復刻するってことやからなんか新鮮逆に特にやっぱ倖田來未の代表的なツアーのブラックチェリーやったりするからやっぱねでもできてるものをバージョンアップさせるっていうかもともと出来上がってるいいものを良くするってもっと良くするっていうのがやっぱ改めて難しい自分の中でもすごい大好きなライブだったんで今ツアーの演出とかも考えててどうバージョンアップさせようかなって思ってでも衣装のアップデート感が出たね出たねすごい当時のやつに見えるそうね船長成り立てって感じでもこの写真はとにかく見てもらってすぐにあのライブをもう一度やるんだっていうのが分かる写真を選べればいいかなと思って